新型ニュースプロジェクト DBS ・レディオ905-954荻上地域セッションここからはヤフーニュースボイス、インセッション。 今回ヤフーニュースボイスとおぎゆえちきセッションがコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送それがヤフーニュースボイスインセッションですでは今日のゲストタレントスザンヌさんですよろしくお願いいたしますスザンヌと申します、えー、プロフィール紹介させていただきますねございますスザンヌさんは熊本県のご出身です14歳の頃にスカウトされモデルデビュー 状況後クイズ番組での珍回答がきっかけでブレイク多くのバラエティ番組で活躍されます2014年に長男を出産後再び熊本に移住高校に再入学した後大学入学したことも話題となりました現在はアパレル会社の経営や子育てについての発信など各方面で活躍されています今聞きたい当事者からの声 私はこう思うヤフーニュースポーツインセーション。 今日のゲストはスザンヌさんですよろしくお願いいたします、はい、私のことギュッとおしゃべりしてくれてもう嬉しかったです <laughs> <フィ> <laughs> ありがとうございます読みながらこう記憶が私もあ見ていたなテレビでこう見ていたなういこうだった情報があったなってなってました、うん、ありがとうございます、はい、実際当時熊本に行くとあの空港から、うん、実際にバス停に向かう、うん、あのハブの場所に行く時のバスの中でスザンヌさんが あ、解説をしてるというか、街の案内を捨てるというか。聞いたことありますか。ああ、あ嬉しいです。そうなんですよ。私、あの、ずっと、そのバスの中のここはどういう街でっていうのを、はいうん、あの、喋らせてもらって、当時、熊本県宣伝部長というのをやらせてもらって、今もその絵を続けさせてもらってるんですけど、うん、させてもらっていて、ずっと、あの、熊本案内みたいなことをしていたので、と、住んでいった時よりも。 東京に引っ越してからのほうが熊本のことにすごい詳しくなったっていう印象ですね。うん、ああじゃあ活動の中で案内することとか。うんうん、そのことも通じて熊本をより自分自身も知っていたんですか。そうですね。本当にあの。うん、外から見る熊本っていうのが、この上京してからが初めてだったので。あのよりこの熊本の良さとか、人の温かさとか。あと食べ物が安くて美味しいとか、そういうことも。なんか、そう、当たり前って思ってたことが。 特別なことだったんだなとかそういうことを知ることができました。うん、うん、今いろんなプロジェクトを同時に行いながら、うん、その間に。 あのいろんんなな学び直ししもされれてこらましたよよねそうなんですよ今高校を卒業して今大学3年生で今秋学期やってるんですけど、うん、あのファッションビジネス学科っていうところに行っていてなんかこうファッションのマーケティングについて学んだりとかあと一応経済のなんかことを教えてもらう大学なので起業についてのアドバイスをもらったりとか、うん、そういうことをしてあのいろいろこう。 人に聞いたりとか、あの企業アドバイザーさんにこう聞くとお金もかかるしっていうところを。大学の先生に聞くことで、あのただで、あ <laughs> のいろんなことを教えてもらえるっていうところが本当にありがたかったな。っていろんな人に支えてもらえてるなっていうところでしたね。うん,うん。今本格的に学び直しをしようって。思った戦いきはどういったものだったんですか、うん。当時、そのコロナ禍っていうところが大きかったんですけど。この 子供が小学校1年生で,で私はあのその当時は中卒のまま中学校を卒業して高校は行ったんですけれどももうあの途中で辞めちゃったっていう状態ででもまあその時はこう何のなんかこう不自由もなくそれはそれで。 いい人生だなって思ってきたんですけど、まあ、子供が1年生になってなんか「ママ」っても宿題そのコロナ禍で宿題すごく多いしでズームでわからないしっていうところで「何で宿題こんなにしないといけないの?」ってそれで「あの宿題って何か意味あるの?」とか言われて確かに私も宿題してきてないな勉強してきてないなっていうことを感じて。 あのそういうところを子どもに見せてこなかったなっていうのとあとなんか私たちの仕事って普段ははんかご飯食べておいしいとかなんか言っててんか子どもからしたら遊んでるように見えるみたいで<ー>ママの仕事ってなんかその全然大変そうじゃないみたいなことを言われちゃって。 いろいろあるんだけどなと思いながらも、うん、まあそうねっていうことでじゃあこう仕事の大変さも教えるけどその前にまず勉強のやり方っていうかそれは私も分からないといけないなっていうところでじゃあママも一緒に勉強するから頑張ってみようかっていうことであの高校の再入学の手続きをちょうどコロナ禍でその日曜日のスクーリングがあのオンラインでできるっていうことだったのでそれも大きくて。うん あのじゃあ日曜日のスクーリングは家からできますよっていうところだったのでじゃあそれだったらできるかもっていうことで家族と相談してあの背中を押してもらったのでもう一回あの再入学することになったっていう感じでじゃあお子さんの発言は相当大きなきっかけだったんですね。うん、そうでですねなななんで宿題しいいいといけないのっていう一言で私のこの人生が変わったかなって思います。うん あと食レポも大変ですよねそうなんですよやること結構,結構多いですもんね <laughs> 結構この食べてなんか考えてとかしてるけどやっぱりねそれって難かわからないから、うん、その後にいろいろこういうでこのあのあ好き嫌いもあるのでそんな好き嫌いとかあったらこの仕事は務まらないんだからねとか言ったりとかして言うとすごいなとか言ってくれたんですけど打ち合わせもしますしだって台本だって 調べますしリアクションしながらねそ,そのお店の特徴を表現しなきゃいけないですし <laughs> です、ねはい、あと何軒も行ってねお腹いっぱいでも食べないといけなかったりもあるしそういうことを伝えたらなんかちょっとずつ今はもうそれから今5年生になったのであの今はだんだんと仕事の大変さも分かってくれているかなという感じですね。熊本に戻ろうと そして一人で子育て、うん、今されてますけれども、はい、あの一人でそうやって育てる環境も作ろうってなったのは、うん、どういうふういふなあのきっかけや決意だっったんですかきっかきけはやっぱりあの結婚して出,出産して離婚してでその時当時福岡に住んでたんですけどでその、えっと、東京に戻って仕事をしながら子育てしていくか熊本に戻ってあの子育てしながら仕事するかっていうことで。 悩んで,で私の中でなんかこの子供と2人で東京に住むっていうのが全然想像できなくってで事務所の方に相談したらじゃあちょっとどうなるかわかんないけど一回その熊本から東京通うパターンでやってみようかって言ってくれて。うんうん ぜひお願いしますということで、熊本に戻ったっていうのが。もう十一年前とかになりますね。うん、また、あのお母様もシングルだった時期があったんですか。うんうん、そうです。そうです。うちの母も。ずっと私たちが小さい頃から大人になるまでシングル。 あの女で一人で私と妹を育ってくれたので本当に何か似てて人生がか母とかには「私と同じ人生歩んでるわね」とか言われるんですけど、うん、本当に同じぐらいの時期に結婚して同じぐらいの時期に離婚してでそこから、はい、私は兄弟なんですけど姉妹なんですけど二人を育てながら仕事をしてっていう感じで私たちはずっと祖母の家にいたので、うん、そう。 土日だけ母と一緒に生活してってっいう感じで、かなかおばあちゃんからの愛情もたくさんもらったしでもちろん母からの愛情ももちろんもらったのでなんか寂しいって感じることは全然なかったんですけどっていうのもあって私はそのシングル自分自身がシングルになる時にそのなんかこう 2人で考えて決めて子供があがハッピーになるように決めたことだから、うん、全然その悪いとかなんか申し訳ないとかって思わなくていいなと思ってあの離婚することもできたし、うん、逆に言うとその子供を絶対寂しいって思わせないっていうふうに思って育ってることができたかなと思うのは、うん、やっぱ母がそういうふうなマインドで育ててくれたからかなっていうふうには思います。うん、うん 実際そういったその生活の中で、うん、お母様がシングルだった頃と、うん、自分がシングルになって、うん、まあ環境とか、うん、あとはあいろんな制度も変わったところはあると思うんですけどそういった変化って何かなかそうですねなんか自分の小さい時は結構シングルマザーとかシングルファザーのご家庭ってそんなに多くはなかったかなって ちょっと子供の立場からすすると思うんですけど、うん、だからなんか給食費とかその前半特に小学校低学年の時とかはそうだったんですけどなんかシングルの家庭はその封筒を、うん、なんかこの封筒にお金を入れなくていいよくっての空のままを先生に出してくださいみたいななんかそういう感じで、うん、なんかその空のまま 普通に出してたけどなんかちょっと高学年になるとそれが恥ずかしくなってくるみたいななんか給食費を払わなくていい家族と思われてるんじゃないかみたいな多分全然皆さんそんな思ってないんだけどなんかそういう風に思ってきたりとかなんかそういうなんか自我が生まれた時にあっこれって何でなんだろうと思った時にあそのシングルの家庭とかなんかこう。 経済的に厳しい家庭とかそのシングルファザーの家庭とかがこういう風になってるのかなとかって思った時にあ意外と少ないんだなってクラスとかでもっていう風に思ったのがその最初自分の,その周りの人の環境で思ったことだったので,うん、うん、で自分が親になってその子供のクラスとかそのママ友とかを見てるとなんかまあるいもじゃないけど。はい 結構その私の周りにそういう人が集まるのかもしれないけどすごいなんかシングルでたくましいお母さんみたいなお友達が多いっていうのもあるけど結構今離婚してる人も多くって、うん、さらにはそれでも全然子供たちも割と堂々としてるっていうか別にそれが恥ずかしいこととかそんなに思ってる感じはしない。 っていう感じに私は見受けます実際あの U ターンされて、はい、お子さんも育てられて、うん、やってみてんだろうこの例えばこういったものがまだ必要だなとか、うん、社会がもっとあるいは制度とかがこう、うん、もっとこうなったらいいのになとかとりわけコロナの時は給付金とかいろんなところでああ身近に政治ってあるんだなって思ったことあると思うんですけどか、うん、なんかこれはもっとしてほしいな っていうのは感じましたかそうですね熊本の方ってやっぱ人に預けたりとか特に知らない方に預けるそのなんかこうお預かりの文化があんましこう身近じゃないっていうのもあってあっても利用できにくいん例えばあの産後のなんかケアプランとかでか東京とかだとなんか病院とかがおすすめしてくれる赤ちゃんと一緒になんかこう とわれるプランとかでそれは市がこう運営してた。はい とかするようなので,で夜は赤ちゃん預かってくれるみたいな、うん、そういうのがあると思うんですけどクーポンとかね,渡されすねそうですそうですすそそううん、なんかそういうのが多分あんまりこの地方ってまだ行き届いてないなと思うので逆にこの義理の両親と暮らしている人も多いからこそそういうのって結構必要なんじゃないかなって思う部分だったりとかあるので、うん、なんかこうママにとって リラックスできるような場所とかこととかを恥ずかしいことと思わせないでほしいなっていうのはなんかそういうそういうなんだろうなあのもうクーポンとかでもいいしんなんかちょっとこう軽い気持ちでいけるところの中に組み込んでもらえたら嬉しいなとは思いますよね。 あの24時間ママやパパじゃないといけないっていうのは理想ではあるけどしんどくはありますなんかこの特に保育園とかに預けてるお母さんだと美容室に行ってきたけど帰り髪の毛ぐちゃぐちゃにして <laughs> お迎え行くみたいな<ー>なんかその美容室にあの仕事で預けてるから美容室に行ってるっていうことを。 なんかこうバレちゃだめみたいな<ぁ>なんかそういう感じうだけどまあそれは保育園だともしかしたらそうかもしれないけどそれがそのちょっとこう。 リラックスしていいですよ堂々と預けてくださいねっていう説だったらもう気持ちよくね保育士さんもお母さん美容室行ってきてくださいって2時間でも預かっておきますよって言ってそれママが機嫌よくなって帰ってきてまた赤ちゃんと仲良くできるだったらそれが一番いいと思うのでうんなんかそういう風にもうに本当に1時間でも2時間でも見てくれるような場所が増えると絶対ママたちいいんじゃないかなって思いますね。 え美容室行ってきたのとか、なんとか何何してきたのってなっなるかもしれない、ならないかもしれないだけど、そういう全く知らない人だったらそのリフレッシュ休暇みたいなことでうん、うん、気持ちよく行ってらっしゃいって言ってもらったらどれだけいいだろうなっていうふうには思います。周りの感覚も合わせて変わっていくっていうのがすごく大事なんですね。うんうん、そう、そのね一瞬だけじゃなくて、も普段めちゃめちゃ頑張ってるお母さんだからこそその2時間を。 そのぐらい行ってきていいじゃないって思うか、うん、お母さんなのに美容室なんか行くのって思うか、のどっちかだから。それは優しい世の中でありたいなって思いますよね。うん、ありがとうございます。今日のゲストはスザンヌさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。